はい、おはようございます。本田川崎です。先週に、引き続きまして、地元、長崎の方とね、ツーリングということで、今ですね、都議津町まで、来ました。で、集合場所がですね、夕日が丘外目に、8時半と余裕をね持って、出てきたんですけど、思ってた以上に道も空いてて、よくよく考えたらね、今日日曜日ですもんね。あの平日のね、ちょっとイメージがね結構あって、ずっとね、まったりと下道を通って都議津までね、来たんですけど、まあ、多分渋滞するだろうなと。で、すぐ近くなんですけど、昨日ね、イオンタウンがね、オープンしまして、で、多分それの影響でまた渋滞するのかなと思ってね、早めに出てきたらね、もう全くでしたね。っていうかね、多分朝早いからだろうな。今ね、7時24分なんで、まあね、ちょっと時間的に早かったね。で、今日ね、一緒に、ツーリングに行っていただく方、ツイッターのフォロワーさんでも、あります、地元ね、長崎の方、新慶さんっていいのかな、お呼びして、はい、同じ GGR に乗られてる方で、よくね、コメントだったりね、メッセージとかも、いただいてる方で、その方もですね、多分去年ぐらいからだったかな、ツーリングのお誘いを受けてたんですけれども、なかなか休みがね、合わなくて、で、今日やっと、一緒に行けるということで、で、今日のね、ツーリングの、コース予定はですね、お任せしておりますので、はい、どういったルートを走るかっていうのはちょっとね、詳しくは私はわからないんですけれども、今回はね、お呼ばれということで、はい、楽しみたいなと思ってます。あ、やっぱどこもまだ空いてねえな、こんな時間だったらな。だろうね。着きました。あ、けど車結構止まってるね。どこに止めようかな。あ、バイクはこっちか。バイクって書いてあるもん。しばらく待ちたいと思います。あ、バイクも多いね、ほんと。なぜお呼びしたですけど、はい、まあまあ、知り合いからはシンと呼ばれて。あ、シンさん、シンさんですね。よろしくお願いします。で、一緒にいつも走られる。あ、はい、はい、と覚えていただければ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう、甲の裏から登っていい？はい。甲の裏。任せます。から桜の里を抜けて。で、今回お会いする時にね、お土産がありますということで、話を聞いておりまして。
でもうね、速攻まず第一点を取り付けてもらいました。でそれがね、これ分かるか、見えないだろうな、はい、ハンドルのねちょっと位置をね、15ミリ上げる、うん、ステみたいなやつね、長距離走るときね、これだけ、まあ、ちょっと上がることでねやっぱ楽になると、これはちょっと楽そうだなと思ってね。でこれね、手作りで、はい、作られて、自分たちでね、ない部品は自分たちで作るとすごいなと思ったんですけどね、手作りされたものをですね、いただきまして、もうその場で取り付けていただいたと、それもね、すいません、今回無料で提供していただけたということで、もう本当ありがたいですね。うん、すごいよね、こんなやって自分たちで作るっていうのがね。うん、あ、この道は行ったことないな。まあ予定がね、お二方とも、あるということで、まあ本当ね、まあ短い時間ではあったんですけど、また次ね、お会いすることに、なります。まあ来月になるんですけどね。まあその時に、もうお願いをもうしちゃったんで、あれなんですけど、次回ねお会いする時は、バックステップの、取り付けですね。あとですね、リアタイヤのねタイヤ交換もしていただけるということでね。